こんにちは、ゆうぽんです。はい、昨日の続きをね、プレイしていきたいと思います。多分今日がね、赤ちゃんが生まれる日だと思うので、早速やっていきます。まだパート1見ていない方はぜひ見てくれると嬉しいです。多分これね、この画像を見る限り、そろそろ生まれるから洋服をね、買いに来たんだと思う。行きましょう。じゃあ洋服屋とか行けんのかな？はい。旦那がね。でも結構お腹は大きくなってきてるかもしれない。はい。何するんですか？あっちですね。やばい、久しぶりにやると面白いな。いや、久しぶりでもないけど、一昨日やったばっかだけど。あ。また料理かな？何これ？人参切る。はい、ジョギと。で、これを掴んで、ボールの中に入れると。これは多分奥さんかな。で、次。はあ、私の嫌いなトマトなんか腐ってね。まだいけるのか、これ。なんか色がね、変な色。もう肉みたいですね。はい、持って。え？やべえ、また水分！やばい！こう定期的に飲まないとね、水分不足。あれ？待って！え、赤ちゃんベビーベアになってる、ベビーベア。ちょっと待って。こう定期的に飲まないとね、水がね、あれだからね。じゃあ行こう。ちょっと待って。ベビーベアできてんだけど、やばー。ちょっと後で見るね。お母さんちょっと仕事があるからね。はい、これを。あ、もう食べんの？マジか、これでいいの？変なご飯。トマトと人参っていうね。で、そして続いて。うわ、そろそろ生まれると思うとこっちまで楽しみになってきた。はい。薬を飲んで、はい、いただきますと。はい、で、薬を飲み終わった、私は。え、食べれんの？待って、今知ったんだが。え、食べれるのこれ。マジか。初めて知った。あ、あれかな？運動するのかな？これ運動するのかもしれない、私。ほら。やっぱね、いくら妊娠してるとはいえ、運動は大事ですから。あ、頑張りますよ、お母さんね。運動終わった、私は、今から。お風呂た、おお和式かと思ったけど、あれか、赤ちゃん用のお風呂か。すごいね、もうね、いろいろとね、準備ができてる。もうそろそろ生まれるぞ。じゃあね、今日も元気に脇スプレーいきまーす。せーの。左脇も。あ、なんかここら辺は、前回と一緒かもしれない。まあ、ゆっくり過ごしましょうって感じなんだろうね。よいしょっと。絶対テーブルの上上がったよな。あれ？前と一緒だ。はい。そして続いて冷蔵庫です。なんか嫌な予感した、今。汚いよね。え、また水？ちょっと前、ダーリン。私倒れそう。水。はい。私は今日はこちら。鶏肉ですね。はい。鶏肉。そして、下ね、電子レンジの中にね、入れますと。はい、用意ドン。これまたさ、絶対さ、電子レンジの掃除来るよね。どうすれば汚れるんだろう。終わった。で、これで、ん？なんか言った？そこ、マイダーリンね。おかずなしのチキンご飯ですね。はい。え？皿は？はい、ちょっと私はまたまたね、冷蔵庫の元に行きまーす。次は？あ、なにこれ？なにこれ、アイスクリームじゃん。ちょっと、食べる。なんか原宿にありそうなアイスだね。いつ買ってきたんだか。はい、お手手洗いまーす。これさ、なんならさ、料理する前に洗おうよ。思わない？ご飯食べてから手洗うって逆だろ。はい、手を洗った私は、続いてどこに行くかと言いますと。おっと。これか。ちょっと水飲んどくか。またね。水飲んどこ。え、どこで読むの？自分の部屋？おー、寝っ転がって読む感じかな？読んでるこれ。あれ？いつの間にかさ、マイダーリンとベッドイン。しかもこの棚時計しながら寝ようとしてるよ。いや、そろそろだな。って言ってるじゃない。いや、多分そろそろなんだよね、生まれるの。分かってんだよ、私も。もう生まれるんだよ、これ。
またルーティンじゃん、もう。いや、もう手慣れた手つきでやっていきますから、私は。まだかな？赤ちゃんまだかな？おー、ゆっくりとね。腕がない！だから逆だって。逆なんだって、手洗う順番が。作る前に手洗うのよ、本来はね。また、なんだこれ。チョコレートじゃん！いただき。で、あ、今度は向こうで iPad か。何見るんだろう。はい、タップ。お！ベビー調べてる、ベビー。これ何？これ見れんの？ガールってことは女の子が生まれるってこと？はい、で、通販終わった私は、今からまたアイスクリームをね、食べたいと思いまーす。おっと！水がないままアイスを食べてしまいました。これ何？これ何これ？急にやらされたんだけど。何この抜け殻？これ何？なんで私急にこんなことやらされてんの？捨てて。またこれか。こう入れて、入れて、おい、完璧。お？アイムマーキング？アイムマーキング。オーケー、ダンディ。あ、今からマーキングってことパーキング？これマイダーリンじゃない？これ。え、ね、出かけるんじゃないの？またルーティンやらせんの？お、嫁さんがいますね。ベッドでご飯を食べるなんて。続いて、マイダーリン。嫁さんのクローゼットを開ける。あ、一緒のクローゼットの、なんだ、ごめんね。服を着るってことは、服着てるけど、着替えるってことはだよ。多分出かけるぞ、これ。あ、行ってらっしゃい。これ出かけると思う。え、何それ、なんか清楚な服。え、今からどこ行くんだろう。ん？仕事？え、マイダーリン仕事？あれ、嫁さんがいないとかと、あれ、俺仕事かな？ん？何これ？これ何これ？何これ？え？これ何これ？ベビーリュック？まだ生まれてないのに？お、リュックを持って私も？私も？出かけようよー。ね、これさ、誰のためのミルク？まだ生まれてないんだよね。電話をかけると。誰に？あ、旦那だね。ん？怖い！ホラーゲーム？なんかピンポンピンポンってきた。あ、マイダーリン。え、誰？いや、誰だよ！ほら！生まれるんじゃない？運ばれてってる、私。ちょっと。おっと。これは生まれるかもしれない。え？うわ、生まれました！ちょっと！元気の女の子です。そして次のストーリーに行くと。はい。赤ちゃんが生まれて、赤ちゃんが生まれてからのストーリーが始まります。行きましょう。はい。まず帰ってきたら手を洗いましょう。じゃあ、赤ちゃんいるってことだよね。え？赤ちゃんの声が聞こえる。ちょっと待って、ごめんなさい。ちょっとお母さんもちょっと、お母さんもちょっと、もう危機な状態。ちょ、どうしたの？マイベビー。あらら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 ら。あららららららら、大丈夫かい？マイベビー。あららら、泣いてるわ。え、これどうすればいいのこれ。何しようっつうの？あ、あ、おむつこ、あ、おしゃぶり。おしゃぶりのおしゃぶり。はい、これおしゃべり。はい。おお、のきよんだ。単純。お母さん、ちょっとね、忙しくなってきちゃった。これ多分子供のためにご飯を、ほら、次は子供のためにね、作るんですわ。ご飯、汚い、なんか。え、汚くねこれ。見た、土みたいなのが。蓋取って、ミルク入れて。いや、なんかね、たまに思う。ミルク飲みたい。久しぶりにミルク飲みたい。入れて、蓋閉めて。え、また汚いんだけど。はい、じゃあ早速、じゃあ赤ちゃんにね、ミルクを飲ませに行きたいと思いまーす。と思いつつ私が飲みまーす。飲みな。持ってきたよ。ほら。あれ？泣いちゃったよ、これ。おしゃぶりが大好きみたい。しゃぶりたいみたい。あ、前掛け。
お前かけして、お前かけ。あんたこぼすんだから、いつも。はい、加えて。おー。で、ミルクを飲んでるということで、早速ちょっとこれね、前かけ取って、前かけ取って、あ、ここに入れて、で、ミルクを取って、泣くと。あれ？めちゃくちゃ満足そうな顔してる。よかったね。じゃあまたな。バイバイ。また泣いとる！また泣いとるよ。どうしたこんな、うんこか？あ、うんこじゃないこれ。ほら、匂う。あらら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 ら！あんたこれはやりすぎだよね。どんなおむつ使ってんだよ。やばすぎだろこのおむつ。これ、もう漏れてんじゃん。どうすんのこの臭いパンツ。これ臭いパンツどこやればいい？ここか。お、おむつがたくさんありますね。はい。おむつして。おった？はい、パフパフと。じゃーっとね。あ、いいですね。いいですね。鳥の糞みたいですね。で、こう伸ばしてあげると。はい。ここもね、ちゃんとしっかりやりましょうね。はーい。どうした？またおむつ？どうした？気持ち悪いの？あんた変えたばっかりじゃないだっておむつ。泣き止ませてあげてくださいとね。はーい。はい、赤ちゃんこれね。これ蛇口だよ、これね。笑ってる！また泣いてる！どうした次は。え、何？え、何？え、どこで見てんの？あ、赤ちゃんムービーね。こんな音楽をね、横に置いて、あら不思議。泣き止みました。また次お風呂か。あ、お風呂タイムですか。あら、危ない危ない危ない。はい、頭にかけて、ゴシ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 と。次、体ですね。顔もね、ちゃんと洗うよ。ゴシ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 とね。塗り壁みたいになってきた、どんどん。じゃー。あら、なんか水暴走みたいな。完成しました。いや、さっきのチキンに似てるな。いや、綺麗なお腹ね。バイバーイとか言って。これね、結構大事って言うよね、赤ちゃんの頃に。こうやってケアしてあげるのめっちゃ大事ってよく聞く。はい。たくさん触ったので、手洗います。え？まだ終わってないよね。え、だってチェックついてなくない？終わりなの？ということで、まさかのですね、手洗いで終わりということで。ちょっと謎なのがさ、これチェックついてないけどいいの？なんか、何回やっても手洗いで終わって、多分これでクリアしたのかな？まあ、無事に赤ちゃんが生まれたのでよかったです。いや、ぜひぜひ皆さんもこちらのアプリね、概要欄に URL 載せておくので、ぜひぜひプレイしてみてはいかがでしょうか？いや、かなりの面白かった。そう、最初ね、え、どんなもんなんだろうと思ったんだけど、意外とね、ストーリーが濃くて楽しかったです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。まだパート1見ていない方はぜひ見てください。おつぱん！